今日も君に会えていい日になった。時々心の中が寂しさに押し潰されて、手打ちのない迷路のような朝を迎えてしまうのです。だけどそんな時僕は自分が何をしたいのか、どこに向かおうとしてるのか、じっと考えているのです。一つ一つの悲しみに大切な意味があって、だから人生ってものは生きる意味があって、誰かと別れてまた巡り合う人はいつも一人ぼっちさ、自分で歩いて行こうぜ、一人になって孤独を感じて初めて人を愛せた。今日はもう始まってるんですか？始まってます。でも今日はありがとうございました。本当にもうね、皆さん素敵な人ばっかりで、僕みたいなちょっとあれね、リハビリでやってるような。いやいやいや、ちゃんとそのスタジオ入ってね。そうですよ、ちゃんとスタジオ入ってますからね、はい。次回のライブ予定ちょっと決まってないんですよ。あ、本当ですか？はい。まだ、部屋遣いの。そうですね。部屋遣い専属で。専属。いやもう専属アーティストなんで、世に広めてるんでね、部屋遣い。ありがとうございます。そうなんですよ、もう。それ広めてもらったら。そうです、そうです。もう、他はね、怖い人ばっかりなんで。怒
こらえてばっかりなんで女の子とかでもまあまあね、あれですよ、愛されキャラですよ。そうですね、それだけでなんとか持ってるんで、店から店の人から高尾高尾と言われるぐらいの距離じゃないですか長いだけなんで、無駄に長いだけなんですね、彼らもね、頑張ってるんで、ね、彼らも僕は力を貸さなくていいんで言われて力貸して出産したそうです彼らも頑張って新しい、ね、ベビーブームが始まってるんで、ね、あそうですね、出演者ベビーブームですよ。そうですよ、ベビーブームですね、今本当に、はい、もうそれを見ながら僕、日々泣いてるんです、ね、泣いてはいやいや、喜んでるんですけど今日もほんま素敵なものばっかりで、本当にどうも。いや、もうライブなかったんですよ。いや、今日はね、自己評価あれですか、新曲やる。いや、違います、どうしてなんてやろうと思ったんですよ。あ、あれ歌詞の方できひんの。できると思ったんですけど、ちょっと飛ぶんでね、うん、また前澤さんにあれ聞きたかったって言われそうな気がしたんで、はいはい、急遽あのやろう思ったんですけど、はい、なんか歌詞がね、なかったんですよ。あらら、できるかなと思ったんですけど、ほんまにどうしてなんだよ。ほんまにどうしてなんだよやろうって歌いながら思ってて、まあ次ね、いやいや、まあ、真夜中をぶっ飛ばせ。そうですよ、あれもいい曲、ね、そうですね、あれも10年ぐらい歌ってた。あれ口笛吹いてたんは、あれ曲じゃ、口笛吹いてる曲なかったっけ。口笛吹いてる曲もね、あるかもしれないですね。ね、なれへんパターン。ありましたね、そんな曲もまた聞かせてください。そうですね、はい、はい、じゃあまたよろしくお願いします。そうですね、女性よく3人と、あら僕一人っていうパターンでねそうそうそう、はい、いやいや、今日も皆さん刺激ばっかりで、ね、すごいね。もうマジで明日から曲作りが変わると、無職の歌作ろうと思って。まず無職にじゃならないか。嫌です。嘘嘘の歌になってしまう。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ました。10月27日にアグロックカフェっていうところで、はい、なんか閉店するらしくて、ああ閉店のその場所はでは最後ってか、僕初めてなんですけど、ああ、はい、お店は最後らしくて、はい、ちょっと、うん、え、大木町？大木町ですね。アグロックカフェ。そうですね。じゃあまた今日はあるんですけど、ありがとうございました。またお願いします。はい、よろしくお願いします。そうだなと。気づいて描いては丸めてゴミ箱に繰り返してばかり前も後ろもぼやけているから
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もなんかいろいろね、あの見ながら思ったんですよ。あの見に来たかったライブやな。あの今日の僕君が自分がお客さんとして来たかったなと思いながら見てました。ありがとうございます。最近はこれは MK さんがバックですか？バックミュージックを今ちょっと流行りになってるのかも分かんないです。今度 MK さんと対マン、対バンです。あ、対マンと対マンって言いましたね。対バンでした。今でも MK って CD 出してから名前変えたからみんな MK って言うんですけど、あ、コビタさんでした。コビタさん、コビタさん、ハードレインって。あ、ハードレインですか。コビタさん、コビキやけど、キビキさんで読むかと思った。コビキさん何回も俺本人に注意されて、キビキはもう違う意味になっちゃう。あのコビキですって言われて、で、あの検索するときにキビキでやったら、あのほらキビキですね。あの身内にちょっと向こうが得意なやつキビキしますみたいな。その時キビキでってやる。ありがとうございます。CD 制作中ですか？ね、まあそれは大層なもんじゃないですけど、間に合わなかったって作る気が、今まで1回も作ったことないので、はい、いい加減に音源に落とし込もうと思って、まあ、でも 2、3曲入りぐらいのやつにしようとしてたんですけど、頑張ってやってます。いつ頃できるの？11月にはなんとか。あ、じゃあもうすぐですね。もうなんとか。あ、じゃあ次多分ね、言った以上お会いするとき大丈夫、やるしかないやります。ありがとうございます、はい。じゃあ、次のライブ、次は11月の、はい、パッと出てこないんですよね。11月の13だったら。それがハードレインのあれですか？ハードレインですね。あ、はい、ハードレインで小吹さんと、はい、はい、10月でした。今月が10月でした。そうですね。17だったかな、月曜日、水曜日。あ、すごい。水曜日です。17水曜日にハードレインさんでやります。多分2番目とかです。はい、いつも大体1番目なんですけど。1番目平日だったっけね、なかなかね、はい、みんな。でも仕事、多分仕事でなかなかリハに行けないっていうのもあって、はい、1番目にやらせてくれてるんじゃないかなっていうのもあったりとか。まあ、ただペイペイなんで1番目っていうのもありますけど。まあ、結構出てますよね、ハードレイン。ハードレインもそうですね、最近また復活してからは、もう4回目とか5回目とかですね。もともとハードレインっ子なんで、聖子さんっ子、ミュージカの聖子さんのところで、はい、がハードレインでやってた時にやらせてもらった。その筋の人なんですね。その筋そうそうそう、下手くそって言われましたから。その時です。はい、ありがとうございました。
あ、じゃあライブをやります。はい、ライブもやるんですよ、パレード。Sonia
適当にヘラヘラ笑ってたら済む話やのに、干からびた反骨心が俺の背中を押し上がるからさ。負けてたまるか、俺は自称ロックンロールスターじゃ。負けてたまるか、俺は自称ロックンロールスターじゃ。ちゃんと求人広告持って帰ってきたからさ、明日からまたちゃんとやるよ、明日からまたちゃんとやるよ、明日からって言うてる間に、すっかりおっさんになってしもたな。そういやこの間バイトの面接で聞かれたよ、趣味は何ですか、読書です。じゃあよく読む本は。俺は少し言葉に詰まりながら言う、中島らのとタウンワークです、負けてたまるか、俺は自称ロックンロールスター。MK さんがすごいシュールで、なんか笑いそうになってる。いやこの前もねワンマンやってましたけどね。すごいな。そんな、ノナイムさんに、ね、12月、あ、そう、またやりますね。ワンマン今年こそはもうちょっと人を呼びたいので、ぜひよかったら来てください。何曜日ですか？26日です。何曜日やろ？平日ですか？多分平日やと思う。この日はちょっと茶会サポートとかも来るかもしれないっていう。あ、かもしれない。お酒の上での約束やから誰が来るかも全くわからないです。いや、らしい感じでいいです。誰かが来るかもしれないっていうか、シークレットゲストが
ほんまに来るか、シークレットのまま終わるか、ほんまに来るかっていうゲストが何人か今、候補が上がってますんで。じゃあ、そうそう。今日のあの曲、良かったですね。この、最近できたんですよね、あの曲。あれ、まあ、もう、なんだかんだ去年ぐらいなんですけどね、作った時代は。そうなんや。いや、すごいなんか、あの本気度っていうのが。すごいもうダメな歌ばっかり歌詞の貧乏くさい歌ばっかり増えていくんですけどいや今日もねかっこよかったです。はい、ありがとうございます。間近なライブとかって、まあ、覚えてないですかね。間近かまあまあ、あ、月末にね、あの10月27日にあのラーっていう店であのツーマーライブをねやります。ヒデさん、そう、ヒデさん、あの髪の毛長くてくくられてる方と、ね、あ、そうですよ、あ、いいです。お会いしたことあります。あ、そうです。かっこいいですよね。そうそう、あの人とやらせてもらう。妻とか、まあ、あの人のイベントで2人で妻っていう。あ、月1ぐらいでやってはるんですかね。すごい。そういう感じ。マンスリーでやってはる。すごい。なんかそれに呼んでいただいて、月1が2ヶ月に1回やったかなんか忘れましたけど、なんか、なんかまあまあ定期的にやってはるらしくて。そうですよ。いや、今日はね、あとの2人は電車で。はい、時間で早く帰りました。残っていただいてありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。またこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ最後はちょっとあの、ね、日雇い労働者の歌を。ちょっとあの日雇いのバイトをね、歌やってたんですけど、最近ついに日雇いのバイトすらあんまりやってなくて。半分無職のような、なんかよくわからん感じなんです。まあ、その、ちゃんと日雇いでも働いてた時の歌を最後ワンデーワーキングです。今日はどうもありがとうございます。どうもI'm not afraid to die.
知らせ俺よりも多分年下の雇い主空は今日も知らん顔で声それでいてポツポツと雨なっけなしの